場名は、冠名母花の一部より。主な勝倉は2010年のラジオ日系杯2歳、ステークス、2013年のアメリカジョッキークラブカップ。2010年10月24日、京都競馬場の2歳新馬戦で、竹豊を安城に迎えて、デビュー、単勝一番人気に支持され一着となる。2戦目には11月27日の京都2歳ステークスに、出走。 一番人気に支持される。道中は中段につけ直線外から伸びてくるも、ゴール前で伸びきれず三着に敗れた。三戦目には12月25日のラジオ日経杯二歳ステークスに、出走、後方でレースを進め直線では外目に出し鋭く、伸びオールアズワンに、首差つけて一着となり、ディープインパクト3区初めての重賞制覇となった。 2011年2月13日の共同通信杯に一番人気で出走し、中断待機から直線で外に出すが全く伸びず急着に敗れた。2月末をもって池江康老級者が定年解散となるため、息子の池江康氏受給者に移籍。東日本大震災の影響で開催が東京競馬場に変更となった4月24日の札幌賞では、 前走の敗退により8番人気にまで人気を落としていたが、道中高一位追走から伸びて、オルフェーブルの3着となった。東京優秀に出走予定だったが、最終追い切り前に左前急節部の人体の痛みによる破壊のため、出走を回避した。秋初戦のアンドロメダステークスに1番人気で出走。 中段内内で足を溜めたが直線で進路が窮屈になりスムーズに追い出せず3着に敗れた。中日新聞杯では、中段からまくり上げて進出し、コスモファントム、ゲシュタルトとの叩き合いになったが、コスモファントムの3着に敗れた。2012年1月15日の日経新春杯に出走、中段から追い込んで2着となった。月日の中日新聞杯では、 中段から足を伸ばしたが、スマートギアの3着に敗れた。5月6日の新潟大賞店に一番人気で、出走、中段待機も、直線で伸びず4着に敗れた。5月27日のメグロ記念では、道中離れた3番手でレースをしたが、最後の直線で伸びきれず4着に終わった。7月7日中京の関ヶ原ステークスに一番人気で、出走、1着となる。 8月5日の小倉記念は、後方から追い込んできたが4着に終わる。10月28日のカシオペアステークス2着の後、11月11日のアンドロメダステークスでは4勝目を挙げた。続く12月1日の金シャ地賞では起乗した北村智和が今まで取ったことがない逃げの戦法で挑み8着に、敗れた。初戦は1月20日のアメリカジョッキークラブカップ。レースでは、 最後の直線で右に寄れ、束の走行を妨害しつつも、後続をしのぎ切って、重傷2勝目を挙げた。起乗したベリー機種は入選後にガッツポーズを行ったが、結局開催6日間の起乗停止処分を受け、右に持たれるということは、池江氏から聞いていたので、注意して乗っていたが、後ろの馬に迷惑をかけてしまった。制裁は、重く受け止めますと釈明した。 この後中山記念は6着、日経賞は7着にそれぞれ敗れた。間隔を空けた、鳴尾記念は先行し、3着に粘り、宝塚記念は、大逃げを打った、シルポートの2番手で逃げる形でレースを進め、最後はゴールドシップに刺されるも、ジェンティルドンナやフェノーメノには先着し、2着となり3、強決着に待ったをかける形となった。休み明けとなった。 オールカマーは一番人気に押されるも、最後の直線は伸びず3着だった。続く、天皇賞、有馬記念は共に2桁着順と惨敗した。連覇を狙った、アメリカジョッキークラブカップで12着。初ダートとなったアンタレスステークスでも14着に、敗れ、これを最後に4月27日付で競争場登録を抹消された。JRA からは、 故郷の K.I. ファームで種ボバとなる予定と発表されたが、5月に日高スタリオンステーションへ移動した。競争場引退後は2015年より種ボバとなる。当初は K.I. ファームで種ボバ入りが予定されていたが、結局日高スタリオンステーションでつなぎようされる。2015年末で日高スタリオンステーションが閉鎖されたため、2016年からはレックススタッドでつなぎようされる。 2015年は種付け頭数41頭、2016年は12頭だった。2016年8月2日、イタリアにトレードされることが決まり、2017年はイタリアで1年守ボ場生活を送った後、トルコへ移動する予定になっていたが、トルコの情勢が不安定なため、2018年からイギリスのバッツフォードスタッドに移動した。しかし、 2015年に種付けして2016年に誕生した初年度3区25頭の中から2018年7月24日に門別競馬場旧レース JRA 認定ターフチャレンジ1競争でウィンターフェルが1着、ナイママが2着とワンツーフィニッシュを飾り、さらに7月1日の JRA 福島競馬場のシンバで外線がデビュー勝ちするなどの存在感を見せたことから、 日本のビッグレッドファームに逆輸入という形で買い戻され2019年よりつなぎようされることとなった。ありがとうございます。